皆さんこんばんは、北区アクション今日は駒込駅ということで、実はこの後すぐにまた別の、活動に参加をしなきゃならないもんですから、少し早めにスピーチをさせていただくことになりました。今コロナウイルス問題で北海道は感染が広がっているというふうに言われていますが、誰がどう考えても北海道でもし、潜在的な感染者が1000人いるとすれば、東京にはその3倍から5倍の感染者がいるはずです。問題は北海道の知事の決断で怪しい人は全部検査すると、こういう体制を北海道が取っているからこそ感染者を発見されますが、東京では相も変わらず帰国者、それから、接触者、こうした限定の言葉にあるようにある通り、感染が明らかになった人のつながりで、もしかしたらこの人は一緒にいたから感染してるかもしれない、そういう人が熱を出して、それに近い症状が出た、こういう場合しか検査をしないという極めて限定的なやり方を取っているために、感染者が発見されないで今も元気でウイルスを抱えたまま仕事に行ったりしている可能性が非常に高いということです。先日都議会の本会議が開かれた時に、私たちはとにかく検査の体制を東京都が独自に、疑わしい人はお医者さんの要望があれば全部検査するという体制を都知事の権限で取りなさいということを強く訴えました。しかし小池知事は、安倍首相が全国の小中高、そして障害児が通う特別支援学校も含めて全部休校ということを事実上押し付けたときに、これは言ってみればやるのが遅すぎたぐらいだと言って、直ちにこれに通じしましたが、このやり方が間違ったことはもう今は明明白白です。特にひどいのは障害児が通う特別支援学校、この特別支援学校というのは東京の場合ほとんどが都立学校です。したがって東京都が直接責任を持っている重度の障害児も含めて、この子たちが通っている学校を全面的に休校にしてしまったことで、毎日学校に通うからこそその子のさまざまな障害、身体障害もあれば知的障害もあり精神障害も含めて、その子の障害の特性に合わせた指導が一番保障される、その特別支援学校での生活ができなくなったということで、大変なパニックやトラブルが各障害児の家庭で起きている。このことに何で目を塞ぐのかということも先日の本会議で私たち追及しました。安倍首相に追随するやり方を取っている都知事は、私は今この時点で都民のためにならないと思います。他にも小池知事が最近やること言うことがどんどんおかしくなっている。その最大の原因は安倍内閣に追随するという路線から彼女は一歩も出ない。このことから今大きく言って3つの問題が東京に起きてきてしまっています。その第一はご存知の通り、羽田空港に都心を通って低空で降りていくこの民間航空機の空路を一番最初にやすやすと認めてしまったのが東京の小池知事だと。今になって国際的な航空機の団体、旅客会社、航空機会社からこんな危険な空路はとても営業で飛べないのでやめますと、成田の方に便を切り替えますとまで言われているこの危険な空路を最初に認めて、国の政府の大臣の決断を促したという役割、これもひどいと思います。そして第二には例のカジノ問題です。カジノを逮捕者まで出しておきながら、
この検討をやめようとしない、やるとは言いませんが、もうやる一歩手前まで調査を進めている小池都政、もう足掛け6年もですね、東京都は臨海部にカジノが作れるかどうかという調査をやってきていますが、私たちが調査資料を要求したら出てくるのは真っ黒、紙面全部が真っ黒けの、そういう資料しか出てきません。どこへ行って職員が何をどのように調査し、そして特にギャンブル依存症などについて外国まで行って大変な費用をかけて調査しながら、全部調査結果は真っ黒、都民に都政を透明化するといった約束はもう4年目にして完璧に破られているわけで、この点でも安倍内閣がカジノをやめようとしない、この姿勢を小池知事も追随していると言わざるを得ません。そしてなおひどいのは、今回都立病院の独立行政法人、つまり民間病院に都立病院を切り替えていく、その第一歩が踏み出されようとしている。今回コロナウイルスの問題で最初にこのウイルスの正体が全く分からなかった時に、武漢からの帰国者、チャーター機で帰ってきた人たちを受け入れる際、感染症の専門病床は東京に130しかありませんけれども、この半分以上が都立病院なんです。都立病院だからこそ全く儲からない感染症専用ベッド、気圧を下げて室内の空気が外に漏れないようにした特殊なベッドの病室を抱えていることができる、この病室に最初に患者さんを受け入れられました。その後空気感染は少ないということがだんだん分かってきて、他の大病院でも受け入れていますけれども、やはり今後コロナウイルスも変異をしてきていると、だんだん感染能力が高くなっているということも明らかになってきているように、どんな新しい力を持った凶悪なウイルスが流行ってくるかわからない、この時に都立病院だからこそ感染症対策の先頭に立てると、この都立病院を民間に売り渡したり、ましてや自ら儲け優先の病院になってしまうことは私はどうしても許せません。この点で小池知事はもうだん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 都民から離れて安倍内閣の言うがままという姿になりつつある。私たち共産党としてもこの小池知事にはもうやめてもらうしかないという判断を今しています。ところが今まで共産党とは全く立場は違いますが、小池知事に厳しく野党として追及をしてきた都議会の自民党がここに来て知事のやることにだんだん反対しなくなってきたんです。この間までは小池知事に対抗して独自候補を立てると言ってました。なんか有名なね、スポーツタレントの名前も上がっていました。ところが最近は全く名前が出てこない。で、今年の予算3月末に、議会で、採決される来年度予算について皆さんご注目いただきたい。自民党、都議会、自民党はおそらくこのままでは賛成に回るでしょう。そして小池知事2期目の当選に一役買うということになってしまうんじゃないかと、私は本当にこの党は何なんだろうと。小池知事のやることがだんだん安倍内閣とそっくりになって、都民にとってはとんでもない迷惑なことをどんどんやり始めるに従って、都議会自民党は小池知事にすり寄って言ってるんです。これが本当に都民のための党なのかというふうに私は率直に思います。都議会の現状は残念ながら今ウイルス対策のために膨張することはできなくなりましたが、ネットでまたテレビ中継などで見ることはできますので、ぜひご注目をいただき、この今開かれている議会でこそ小池都政の本当の姿が皆さんにしっかりと見てもらえるように、私たち共産党もこれから始まります9日から始まる予算特別委員会も頑張りたいと思っています。ぜひ皆さんご注目ください。ありがとうございました。駒込駅ご通行中の皆さん、こんばんは。私たちはどうも